スポケーン、スポケーン、スポーケーンは、アメリカ合衆国ワシントン州東部に位置する中規模、商工業都市、スポケーン軍の軍庁所在地である。人口は19万7400人、2000年国勢調査で、シアトルに次ぐ、州、第二の都市である。市は、シアトルの東約450キロメートル、ポートランドの北東約600キロメートルに位置する。 元々の地名は、スポケーン、フォールズ、スポキャンフォールズといった。市内をコロンビア側の支流であるスポケーン川が流れ、市内には、元の地名が示す通り、滝が至るところに見られる。また、市は、ライラックシティ、ライラックの町と呼ばれている。コロンビア大地の東端、ロッキー山脈の最陸に位置するスポケーンは、このような自然の豊かさでよく知られる。 また治安も比較的良い。なお、英語での公式な発音はスポケーンだが、現地ではよくスポケーンと発音される。日本語ではスポケーンという表記の他にスポケン、スポーカンなどの表記揺れがある。都市名の由来は原住民のスポケーン族で太陽の子供を意味する。その昔、スポケーン側には鮭が豊富であったことから、 この地には土着の人々がよく集まった。やがて1880年、アメリカ合衆国陸軍が現在のスポケーンの北西約 90km の位置にキャンスポケーンを設置した。このキャンプの設置にはノーザンパシフィック鉄道をこの地に引くことによってアメリカ合衆国の領土を保障しようという狙いがあった。翌1881年には そのノーザンパシフィック鉄道がスポケーンまで開通し、ヨーロッパ人入植者がこの地にやってきた。同年11月29日には、スポケーン、フォールズ、スポキャンフォールズという氏名で正式な市になった。なお、当時はスポケーンの綴りに言い,いはなかった。その翌々年、1883年に、市は現在のスポケーンに改称された。年夏には、 大火が起こり、ダウンタウンは壊滅的な被害を受けた。ポンプ場が技術的な問題を抱えていたため、出火の際に十分な水圧がなかった。ボランティアの消防団が消火を試みた時には、すでに彼らのホースが使い物にならないほどに火が燃え広がっていた。やがて風に乗って、火はさらに燃え広がり、最終的にはダウンタウンの27ブロックが燃えてしまった。 このような大惨事があったにもかかわらず、スポケーンは成長を続けた。大火から3年後の1892年、グレート・ノーザン鉄道がスポケーンまで開通し、市には同社の操車場が置かれた。現在リバーフロントパークに建っている時計塔は当時の駅の建物の一部である。当時はアメリカ合衆国北西部で最も大きな駅であった。当時の駅は スポケーン国際環境博覧会、公術を開催した時に取り壊され、現在残っているのはこの時計塔のみである。1974年には、スポーケーン国際環境博覧会が開催された。当時、スポケーンは、万国博覧会を開いた都市としては、史上最小であった。しかしその翌年には、沖縄県国上軍本部長で、沖縄国際海洋博覧会が開かれ、 その記録はわずか1年余りで破られてしまった。その名が示す通り環境をテーマにした、この万国博覧会には日本も参加した。この博覧会を境に、スポケーンは100年来の鉄道の街から脱皮し、明確なダウンタウンを持つ商工業都市へと変貌していった。スポケーン国際環境博覧会で建てられた建物の多くは現在も残り、使用されている。 アメリカ合衆国館はアイマックスシアターになった。ワシントン州館は INB 演技芸術センター、ンランドノースウェストバンクパフォーミングアーツセンターとして使われている。博覧会会場後は40万平方メートルの敷地を有するリバーフロントパークとなり、市民の憩いの場となっている。園内には前日のアイマックスシアターや時計塔のほか、ローフカルセル、 ルフカ・カルーセルというメリー・ゴーランドも残っている。スポケーンは47.673341-117.410271に位置している。市の標高は610メートルである。市はコロンビア大地の東端、ロッキー山脈の最陸に位置している。市内をコロンビア側の支流であるスポケーン川が流れ、至るところに滝が見られる。 市の周辺には広大な小麦畑やステップが広がっている。アメリカ合衆国統計局によると、スポケン市は総面積 151.6km、58.5ミリである。このうち 149.6km、57.8ミリが、陸地で 2.0km、0.8ミリが水域である。総面積の1.30%が水域となっている。 スポケーンは高緯度、内陸にあるため冷涼な気候であり、夏もさほど暑くならず過ごしやすい。また、州内の太平洋岸に見られるような夏の乾燥は、スポケーンでも見られる。欠片の気候区分では、地中海性気候、CSB に属する。スポケーンの玄関口となる空港は、ダウンタウンの西約 8km に位置する、スポケーン国際空港。 スポーケンインターナショナルエアポート i a t a ゲグである。この空港はスポケーケンのみならずワシントン州東部アイダホ州北西部の玄関口となっている空港である。週刊高速道路 I-90 が空港を通っておりダウンタウンから車で10分程度で着くことができる。ダウンタウンを通る週刊高速道路 I-90 はアメリカ合衆国の北西部 北東部を通り、シアトルとボストンを結んで大陸を横断する、幹線である。かつては、シアトルとミネアポリスを結ぶグレーハウンドの長距離バスが、この高速道路の上を走っていたが、2004年に、不採算のために廃線となった。廃線以後、シアトルからスポケンへのバスは1日3便で、うち2便が、スポケン伊東、モンタナ州ビリングスまでの運行となっている。 ミネアポリス方面からのバスの終点は、ノースダコタ州ファーゴである。ビリングスファーゴ間は、グレーハウンドと提携する、地元密着型の中距離バス会社、リムロックトレイルウェイズによってカバーされている。またこれとは別に、ポートランドとスポケーンを結ぶバスも1日1便ある。アムトラックの駅があり、シアトルポートランドとシカゴとを結ぶ、エンパイアビルダー号が停車する。スポケーン駅は、 シアトル方面とポートランド方面との連結、切り離し駅とな、いる。アメリカ合衆国とカナダとの国境線近くを走る、この列車は、途中グレーシャー国立公園を通過する。市内の交通機関としては、スポケーン交通局、STA が運営する、路線バスが挙げられる。ライトレールを建設する案が出されており、もし可決されれば、このライトレールは、 ダウンタウンとリバティレークを結び、また将来的にはスポケーン国際空港へも延伸される予定になっている。スポケーン市内の公立学校はスポケーン公立学区の管轄下にある。スポケーン学区は PBS と提携した KSPS-TV というテレビ局を持っており、ワシントン州東部のみならず、アイダホ州やモタナ州の一部、 カナダのカルガリーやエドモントンでも主張されている。大学は都市の規模の割に充実している。最も有名で評価の高いのは、上智大学と交換留学の提携をしている、カトリック系私立のゴンザが大学である。その他にもワシントン州立大学、スポケーン校、イースタン、ワシントン大学と4年生大学が4つ、さらにコミュニティカレッジが2つある。 ゴンザーガ大学は男子バスケットボールの競合校としても知られ、ジョン・ストックトンが NBA 選手を複数輩出している。その他、向川フォート・ライトインスティチュートとい、い、兵庫県西宮市にある向川女子大学の海外キャンパスがある。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成。 世帯と家族、大世帯数、収入と家計、スポーケンは以下4都市と姉妹都市定携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。